長神田邦行行き皆様にご挨拶を申し上げます。まずは2024シーズンホーム開幕戦にお集まりいただいた皆さん、寒い中本当にありがとうございます。そして3月7日、ここホームアルビンの行く限り手伝いに来ていただいた約100名のサポーターの皆さん、この場をお借りして温めて感謝を申し上げます。本当にありがとうございます。今シーズンはワンソール強くなるというスローガンを掲げて、まずはトップチーム、今日、1万人の入場者数には届くか届かないか微妙なところですけども、トップチームが強くなり、勝利を重ねて、J3 優勝、J2 昇格を成し遂げるときには、皆さんと一緒に満員のスタジアムを作れれば嬉しいなというふうに思っております。今日集まる皆さん、ぜひ最終戦に向けて、皆さんの仲間一人連れてきていただいて、満員のアルビンを作るサポートを改めてよろしくお願いします。そして、最後になりますが、パウリーニョ選手だったり、元山鹿にいた選手たちが違った関わり方で、このクラブに戻ってきてくれています。本当に皆さんと一緒に作ってきた松本山鹿は、こういった場所を、受け入れる場所を作ることができました。これは本当に皆さんのおかげだと思っています。これからクラブのさらなる成長、改めて J2 昇格、J3 優勝に向けて、さらにサポートをお願いします。改めて本年もよろしくお願いします。